社長です。まさき。シェゲ。またき。ザコ。さあ、本日はですね、お宝市場、横浜店さんに来させていただきました。お願いします。お願いします。ちなみに、僕とシルクとマサイは一度経験しています。行きましたね。行きました。もうあれから5年の月日が。あれだね、マスオさんと一緒に行ったんですけど。行ったね。まあ、もうここに来たら何やるか分かるでしょ。まあ、そうそう、そう、動画は見たことある。でしょ、なんで、今日5年ぶりに当たりの箱当てちゃおうっていう企画でございます。おー、いいね。いいね。シンプルだ。そうだね。まあ、こちらにある通り、ほら。ラッキーボックス。こんな感じで、いろんな箱があるんです。この中に当たりが入っていて、それで当たると、いろんな景品がもらえるっていうお店です。はいはいはい、はい、そうね。もう本当にもう、ラッキーボックスです。うん、はい、はい。で、まあ300円からね、まあ2万円とか高い高額の箱までいろんな箱があるんですけど、はい、今日は、前に、まあ我々で行った時に、時計だったりとか、うん、お財布だったりとか、実は当てたんですよ。そうだね。結構いいの当てたよね。そうなの。今日は、僕らの最大目標、今日はまあゲーム機かな。おー、ゲーム機当てた。当てた。スイッチライトとか、うん、いろんな景品、もう電化製品から、もうおもちゃからフィギュアまで。マジか。いろんなの当たるんで、純粋に今日はもうサービス企画です。あー、そうなんだ。企画費から出るんで、今日は、どうしようかな。1000円の箱、2000円の箱、1万円の箱を、それぞれ、1人。一個ずつ買っていいです。あ、マジで？それぞれなんだ。だ要するに、三つの箱、三種類の箱をみんなでゲットできます。おぉ、その中で当たりが出るのかっていう企画です。なるほど。なんか、そいつにとっての当たりとかじゃなくてさ、周りから見てもどう見ても当たりだろってやつを聞きたい。そうだね。俺にとっての当たりだったらフィギュアでの瞬間もう全部当たりだろ。まあ、確かに確かに。それに行こう。で、しかも年末年始の期間に大当たり3倍キャンペーンみたいなのやってる。あ、じゃあ今3倍状態なの？ 3 倍なの。3倍に5人で来てるから、もう15倍ぐらいなの。単純。本当にそう。本当にそうなの。だから今日は誰が当てるのかっていう動画です。はい。で、なんと、まあ、それだけでもよかったんですけど、お店の方が、すごいちょっと今日優しいプレゼントをいただきまして。おー、何？まあ、当たりの加減も含まれますが、面白さっていう点でも OK です。今日の中で MVP1 人出します。その方になんと、お店さんから今日プレゼントをございます。だから、仮にゲーム機が出なくても、今日はご褒美がある。何？マジ？めちゃくちゃボケるよ、そしたら。開ける手前とか全部ボケるよ。違う違う、お前の面白さです。中身の面白さ。中身の面白さ。そういうことか。総合して MVP を今回一人決めるんで、この方もチャンス。おー。で、まぁ、システム的には、この箱の中に、まぁ、景品と、剣が入ってるんです。これが入ったら当たり。この感覚、うん、はいはいはい。これだって実質で算数ドリルの答え見て解くみたいなもんじゃないの？これ何言ってんの？比べて分かれよ。今のは分かれよ。はい、じゃあ早速まずは1000円の箱から全員いきましょう。はい、選んでください。はい、じゃあよーい、スクワット準備運動完璧スタート、いってみよう。よし、ボケ散らかさ。やばいやばい、チームブーじゃない。はい、金の箱、この金の箱が1000円の箱です。で、まずはこの中から当たりを探してみましょう。はい、そんな入ってるもんなの？これは違う。いやでも俺ら結構経験があるから分かるけど、ちっちゃいフィギュアとかも入ってる、うん、景品、そもそも景品、それのタグとかが紙っぽい感触したりするんだよ。それを読まなきゃいけない。これ多分引いたな俺。え、早っ。あ、これも可能性ある。来た、多分これだ。え、なんでそのすぐ分かるの？絶対これにいるでしょ。いや、お前これだよ。これいるんだ。絶対これいるんだ。それいるの？あ、いるね。いるいるいる。俺ら当ててるからね、前回。前回全員当たり当ててるから。これもいるよ。あ、いるわ。これいる。これもいるっしょ。あ、いるわ。いる。今の、今の、今の。これいる、これ。え、なんか全部自信なくなってきた。ここも開いてく？嘘だろ。おやおやおや。これ。これは何？これ罠だよ。いや、罠だよ。これは罠だ。当たり券を探してんだもんね。そう。チェックチェックチェック。いや、うるさいうるさいうるさい。そうだな。決まりました。じゃあ、はい。みんな、じゃあ、せーの、決まりましたか？決まった。決まりました。じゃあ、これでいきましょう。はい。よし、じゃあ、シルクからいきましょう。この手のやつね、ちゃんと俺当てちゃうタイプだから。じゃあ、シルクからオープンです。えいや！あ、何が言ってる？当たり券来い！入ってっかな？おっと？どうだ？うわ、なんだこれ。何？これ騙された大賞。100万ドル。100万ドル。100万ドルだ！ありがとう。お、なんかかけられるやつだ。お、まだある？パワフルアルミライト。お、なんか。え？え？え？何それ？おお！
大当たりしました僕。おーすごい、すげえよ。本当にしかもめっちゃいいやつじゃん。スチームアイロン、おーやったえマジでやった合ってたちゃんと、ね、おーよかったね。やった、えめちゃくちゃいいやつ、えすげえ、やったありがとうございます。やりました、えぇ、ー、当たったわ。対象にやんな、初手じゃねえなこれは、すげえ。110ml もあるよ水。これ当てたからこそもっといいの当たる的な流れを作ろう。それ作れなかったらお前らの運がただのザボってなる。やべえ、急に上からだ。いや言いたい放題じゃん。言うけどこれ運ではない、実力ですから。これはこれに関してはね、これで外れたもんやね。お前ら外れたもんだったらやべえよ。マジで、あちょっとお前らやってやれよ。じゃあ引けどうしろか、どうしろって言います。これで当てたもんなら前言撤回してもらう。これより下だったらやばいよお前。うーわーそこまでは分からんじゃん。このモード入ったらシフト強いぞ。これなんだろう、マグネットかな。街並み、街並みマグネット。お、なんだこれ。ライトですね。あーやばい。100万ドルかな。でもこのパターンはだよ、もしかしてあんの、マジあんの。ありませんでした。だからどうしろとなんだよ。いや青いローザやべえぞこいつ。ちょっとこれむずいわ。次誰、どうする。これもう次外れに行った人どんどん煽られるよ。この空気でいける人いる。行くよ、行ってみよう。いやいやいや自信はあるから、うん、一番早かったもんね、決めたね。そうだね。あ、出た。あ、これいいパターンじゃない。物にかけるやつ。それ逆じゃない。物にかけるやつ。物をかけるやつ。全部なんでそれからかけんの。なんかね、なんだろうこれ。ライトかな、これ。ライトだ。あ、この流れは。まずまず。あ、あー、でも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 。それを知ってるからもう見えてよ。マジ？マジで？いや、マジかよ。来ちゃった？俺たちはちげえぜ。経験者すごいな、やっぱ。え？うわぁ！大当たりー！マジかよ。147番ってなんだ？なんだ？ワンピースのフィギュア！ボア・ハンコック当たりました。ワンピース・スタンピード仕様のボア・ハンコック。ね、映画仕様のやつだね。いいね。我々も出させて。そう。そうですね。やっと。いや、でも、俺たちの実力ってやつ先にしてやる。そうだね。素人は、指くわえて待ってな。こいつ、やっぱ煽りうまいな。そこまで言うんだったら経験者見せたほしい。前回ほぼパーフェクト。本当にパーフェクト。マジで。これ、ダフ当たったら本当だから。いや、これ、いよいよ本当だよ。実力だから。あ、ハーレクイーンのキーホルダー。ルロケンのバッチ。バーの？おー、さすが。うーわ、もうさすが。これ実力だな。出てるよ、ちゃんと実力の差が。オープン。おい、いやすげえ。12番。すごい、パパ思いな景品。最近動物の名前教えてるんで、これでいきます。デカ犬ぬいぐるみ、マックスくんです。当てられればこっちが来れる。来れるよ。いや、ビギナーズラックもしてやろう。うわ、怖っ。ね、やだこの両サイド。こういう先輩がいる部活には入りたくない。入りたくないねこれ。ディズニーのポーチ。ロケンのバッグかな。当たりじゃない。結構いいね。まだある。え、鳴らしてる。鳴らしてる。鳴らしてる、鳴らしてる。聞こえない。ちゃんとやって。聞こえない。ちゃんとやってよ。次行こうって声聞こえない。次行こうって声。それは聞こえた。え、ザカオちゃん入ってないの。うん、入ってません。あー、これはもう分かれるか ね。商品名書いてあるけど、やっぱ1段目なんだ。うん、確かにね。2000の箱行きましょう。はい、2000円ね。これです。めっちゃ早い。です。多分大丈夫。これ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 。もうこれ絶対当たりだよ、これ。俺も1個確保してるから、ね、当たりの感覚はまず分かんないんだ。本当に？これいけると思う。マジわかんないよ。これ100入ってない。ザカオのやつ借りたんだけど、これ絶対入ってないよ。それね、100入ってない。いや、100入ってない。もう笑いが出るほど入ってないと思う。なんかあるって。でもなんかコロコロ聞こえんじゃん。あの、ないです。絶対ない。いや、マジでない。絶対ない。冗談抜きでない。お前が信じんならそれでもいいけど。いや、さっき俺元気にあげようとして断念した。この自分を信じるか、こう言って俺らもう自分になる。
ちょっと一回お前ら信じるよ。ああ、オッケーオッケー。それじゃ敵ではないから。4対1の子面白い。そう、いや、これ見て、そんななんか持っときすごいな。もう、なんかジャグリングしようとしてるよ、多分。お、ああ、ありえない。あるあるある。これもしかしたら全員あるかも。ある。本当？俺らこんだけ言って外したらやばい。確かに。絶対ないから。絶対僕からいきます。ああ、いいねえ。それは、うん、いいよいいよ。やっぱこの回おそらく全員いくよ。マジマジ、うん、お、ブラックウィドウ、ルローニケンシン最終章の2022年の卓上カレンダーです。ルローニケンシン、この感触かもしれない可能性はあるんだよ、ね、あ、大丈夫なんで。え、その感覚と当たりの剣の感覚ぐらい分かるんで。マジで、やっぱあるんだね。うわ、やばマジでやっぱあるんだね。これは調子乗っていい。これはやばい。これはやばい。これは調子乗っていい。扇風機です。やば、やば。店員さんもびっくりでしょ。そう、ね、扇風機当てんの。アイロン。おら、来た。充電式サーキュレーター当たりました。やばやったさあ、こっからですよね。やばな。より上げてきたさあ、皆さん当てていきましょう。じゃあ次、一回もっとスキップで、はい、マーサ行こう。あ、俺行きます。やるね。俺は、まあ、正直言うけどめちゃくちゃびっくりしてる。だろうよ。今までこのキャラ徹底してたけど、さすがにびっくりしてる。だろうよ。よしよしよし、しょ、おー、いいやつ。いいスターウォーズのポーチコースタークラシックマスク。ここでパンティーみたいってのよ。めっちゃパンティー。ほんとパンティー。めっちゃパンティー。折りたためパンティーだ。パンティーは大体折りたためるだろ。ルロケンのペン、スターウォーズのノート。いやー、なんだろうな。え、マジで。スチームアイロン。やばいね。同じやつだ。いや、俺も最近服増やしたから、これあれば楽だ。アイロンで便利だから。アイロンで便利だ。いいダブり方なんじゃない。いや、これはいいダブり、うん、やっとー。マジで嬉しい。マジで俺らうまいんだよ、これ。本当に証明した。どうする、どっち。俺行くわ。長ちゃんも選んでくれ。え、そうなの。これ、これ外したらマジごめんとかないけど、たぶん大丈夫だね。まあ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 、まあ、大丈夫。外せ。おい、めっちゃおもろい。外れた。悪気はないけど外せ。何が出るかな。何、うるせえやつらのメモ。うん、めっちゃ可愛いこれ。めっちゃ可愛いよ、これ。いいね、これ普通にいいわ。ツーサイドスクワットのキーホルダー、アベンジャーズのバッジ、マーベルのタオル、マーベルのマウスパッドです。お、え、こら、マジで。マジで。ごめん。いや、やっぱ人に運命を任せちゃいけねえ。マジで自分で選ばれたらダメ。まあだから、うるせえやつだった。うるせえやつだ。うるせえやつ。ごめんな。まあいいよいいよ、次行きましょうか。最初それ言い出したら生だからさ。いやー、もう信頼にひびが入ってきて。そう、これ生を外したらもうそういうことだよね。確かに。あ、すごい。でっかいニューヨーク。マーベルのポーチ。ルローニケンシンのペン。はい、うん。なにこれ、待って、これめっちゃ面白い。マスクなんですけど、めっちゃパンツみたいな。めっちゃパンツ。めっちゃパンツやん。マスクだよ。なんならブラ。めちゃくちゃブラっぽいな。ちょっとでかいし。これルローニケンシンのノート。ルローニケンシンのキーホルダー。はい。おーい。めっちゃごめん。はい、剣出たー。はい、147番。あれ聞いたな。147聞いたな。ワンピーススタンピーだな。出させてもらったんですよ、僕たち。いや、さっき聞いた。当たりました。本当にさ、俺はマジでうまいね。マジでうまい。ちゃんと剣は出てるからね。そう、まずザカごめん。そう、であればザカオのも当ててほしい。まあ、しょうがない、しょうがない。でもこれ当てたらすごくない。いや、当てたら盛り上がる。パレクイのノート、マーベルのバッグ。あ、出た。ちょっと違うやつ。出た、出た、出た。違うぞ、また押し花パンティやないか。押し花パンティ。ルロケンのしおりセット、でかいニューヨーク。ルロケンのキーホルダー。まあまあまあ、肝心なやつですよ、あと。あ、え、今の音聞いた方があるぞ。え、マジで。あー、来た。あー、よっしゃー。24番カンカン。え、かわいい。24番スピーカーです。え、
これが当たりってやつか。これが当たり。ようこそ。掴んだわ。5人中4人。お、当たりやったー。いや、マジでここに関してはマジ実力だと思う。マジで。すげえ。ということで、うん、次1万円の箱です。これはもうカタカタというよりは、うん、そうだね。そうだね。プラチナボックス。でかい。でかいんで、慎重に選んでください。ここからマジ引きなんで。わかりました。行きましょう。はい。スタート。いや、これやばくない？慎重に選べたって全部入ってんのか。これクソでかいなんだそれ。これがどっちなのかってやつだよね。これも、これも同じ1万円の。これでいきます。マジで？はい。もうじゃあこれにしてみっこだ。こいつを、チョイス。数々の戦いの後のあるピロピロが残ったこれいきます。あの一番大きいやつ2個しかないから、マサイと俺で全部開けちゃおうっていう。おお。よーし。じゃあ、いやこれいっぱい入ってるでしょ。ガンガンいきましょうか。出るでしょ。はい。俺から行こう。リトルグリーンメンのバブルマシーンだって。ここだこのようにあげよう。マジで。ちょっと細々したんだと思います。もうガンガンいきましょう。バッチですね。タオル。スーサイドスカットのファイル。お財布。え？まだ？うわ、急に MA1 ってかフライトジャケットみたいな同じやつがあっちに2万円で売ってるぞ。ほんとだ、ここに書いてある。見て、定価4万のやつがサイズ割引でまあ大体2万円になったのが1万円の箱から出てきた。当たったねえ。でもまだある。まだある。紙確定だもんね。え、お前またなんか画像付けのやつ来た。ドライヤー。やばい。生活家電じゃん。めっちゃプラズマクラスターだ。シャープのドライヤー当たりました。店員さんがすげえって。いやマジって聞こえた。MA1 からのドライヤー。いや、やったぜ。ちょうど俺ドライヤー買い替えようと思ったから。ああ、いいね。やっとちょうどいいわ。プラズマクラスターのドライヤー当たりました。うわー、やったー。はい、じゃあ開けますよ。オープン。にゃん。いいね。いけー。いいよ。いいねー。うわ、でもなんかすごそう、これ。でかいよ。入ってそう。これがどっちなのかだよね。うらぁ。あ、やばー。うわー。やばくね。でてて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 てダースベイダーだ。世界仙台限定品、特大ダースベイダー。なんじゃそりゃ。しかもほら、販売終了モデルって書いてあるから、プレミア品で手に入んないやつね。あ、メディコムトイより出てるやつだ。しかもすごいいやつ。めっちゃいいやつ。定価27,800円。1個ででかいの入ってんだ。でかい。でかい。ドゥ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 。ほうほう言うとるのよ。出てきた。うわー、すげえ。かっこいいだろうな。すごいね。え、やば。そして、また大当たり。大当たり。おめでとうございます。ありがとうございます。今度はちっちゃいダースベイダーです。ちっちゃいダースベイダーもらいました。超大当たりじゃん。いや、よかった。いや、いいね。すげえ。うわ、仙台の地元だ。そうだよね。そうなると、でもあれなんだ。ね、マサイのやつ。マサイのやつ何か言ってんだろ。時間に同じやね。じゃあ俺開けさせていただくわ。ちょっと持っていい？あ、まあ、若干違うかも。なんかね、持ち上げた感じ。こっちの方が重そう。うん。いや違う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 だろ。え、ドゥドゥドゥ？これこれね、ドゥ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 の話。本当に。ドゥ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 。これは実際そうだった。横にシールでダースベイダー。待って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 。ほらほら、待って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 、まだ分かんない。まだ分からない。まだ分かんない。そうだ。いや、俺スターウォーズファンだから羨ましかったんだけど、もう2個拝めると思わない。確かにな。デンデンデルデンデルデンデンデル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 デンデンデルデンデンデルデンデンデル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 デンデ当たり出てないから。そうだ、ね、俺から行くわ。俺明らかに残り続けたこの箱を、昔のアニメでのんべいの人がさ、お土産買ってくるみたいな、そういうやつ。寿司屋でもらうやつ。開けちゃいます。オープン。
ね。小物がいっぱい系です。はい、あ、なんだこれ。ベティーブープの iPhone カバー、マーベルのバスタオル、エコバッグ、そのための犬のキーホルダーそれやばいね。それなんなん、これなんだろう、なんかやばそうじゃない。これで最後なの。とりあえず当たり券は1回、はい、10個かな。いきます。財布、財布だ。いや、面白いから。でも、俺この財布なんだか見覚えがあるんだけど、うん、これ5年前も見た気がする。マジこのポッケ。ああ、確かにね。だってさ、5年前も見なかった。1万円から1万円出てきたよ。面白い。払い戻しだ。さあ、行きますよ。ドン。え、ああ。財布じゃん。ありがとうございます。もう見たことある。あ、分かった。だからいっぱい食べついてたんだよ。5年ぐらいあそこにいた可能性ある。まさか。眠ってたんだ。回収しました。回収したね。すげえ。歴史回収したね。歴史回収したね。お、やった。でも財布当たり。ほんで、117番。あれ聞いたな。おい、フィギュアが当たったぞ。こちらだー。うっちゅー。でー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 。はい、ダーツ・ベイダーのフィギュアでーす。開きすぎるだろ。では、いや、これじゃん。そうだよ、これだよ。だよ、俺一番開けづれんだけど。いや、でも外れってことはないから。いや、まあ、もちろんもちろん。もう、あの、正直かぶんなきゃ。これめっちゃいいの引いたら盛り上がるよね。ね、引きたいね。お、開けたらさらに箱が出てきました。お、え、何、空き箱が出てきました。空間のプレゼントです。待った、それは、これ、俺らも見たことある、うん、これ1個です。開けます。あ、あ、開けます。あ、あ、あ、おっと、時計でございます。すげーじゃん。すげーじゃん。時計が当たりました。やったじゃん。いや、まあ、嬉しい嬉しい、普通に嬉しい。35,000円。高いね。いい時計だよ。そして、こちら。やった、ゾロのフィギュア。やった。おー、よー、いいよ。いや、時計ゲットしました。素晴らしい。ういー。でもさ、これもう出ちゃうなんだけど、うん、5年前の記憶をもう一度残してみる。おー、何だ、腕時計あるんだよ。腕時計がなんかかっこよくね。すげえかっこいいじゃないですか。防水だし、うん、ほら。いや、お前ちっちゃい声で防水だしって。本当に、で、大当たりなんでしょ。そう、俺が最後に開けるの。確かに。ということで、全部開け終わりました。はい、はい、本日 MVP の方にはお店さんからなんとご褒美がございます。はい、今回2名 MVP 商品ございます。おー、ありがたいです。もう店員さんのご厚意です。完全に中身賞と展開賞で。あ、じゃあそうしましょうか。展開賞から店員さんに選んでいただきましょう。はいよ。今日動画で頑張った方、店員さん選んでください。あ、この3倍での中、当たりが一番少なかった坂尾くん。あー、やめろなことだよ。展開賞でございます。やっぱ当たりある中、やっぱ外れを引くのも大事なんですね。動画の展開として大事。大芋をかいくぐってる。大事大事にね。大事大事。むしろ当たり。実はですね、店員さんに今教えてもらったんですが、これ、僕ら最初疑ってたじゃないですか。いたね。怪しくね、うん、たまーにね、出るんですよ、昨日も。そういう箱が。皆さん結構疑心暗鬼になって買っていかれないんです。いただきます。プレゼント。ありがとうございます。ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。この展開でいただけるってことは、多分そういうことだったんだよ。むちゃくちゃいいのが出たら、もう誰かにこれあげるって。いいよ。これなんかもう、もはや視聴者プレゼント的な、チャンネル登録者数にあげるっていう。どうしましょうか。応募方法、あの、概要欄に書いておくんで。はい、お願いします。じゃあ、これに何が入っていたのかっていう話ですね。まあ、そうだよね。そうだね。うん、開けてみましょうか。はい。あれだ、ネコーマン。あれ、入ってんの。メモ帳。お、あ、あるよ。待って、1000円の方で、これでしょ。60番の当たり。60番の当たりです。おやおやおや、これはこれでもおもろい。これは商社さんにいいの選んであげてください。これにしよう。ご縁がありそうな老人のキーホルダー。これに何が入ってるか。いや、いいの当てるよ俺は。何が、何がこれだったか。これだったわ。マジか。ポーチ、タオル、ロキ、マグカップからの、ザカオさん、見してくださいよ。ニンテンドースイッチライト。
人間のスイッチライト出ましたー、うわーやべえプレゼントや。いや、いいちゃんとしたプレゼントね。おおじゃあ、視聴者さんに還元という形で、いや、いいと思う、ね、店員さんからもそう言っていただいたんで、ね、視聴者プレゼントにします、こちら、当ててください。じゃあ、1名の方に、ね、まとめてプレゼントです。ぜひぜひ概要欄からお持ちください。はい、だから今度からお店で見つけたらすぐ買うべき。そうだねあれは一回狙った方がいいはい、ということで僕も一度断ろうとしたんですが、すごくご好意で今回 MVP 賞ご用意していただいております。本日の MVP 発表お願いします。本日の MVP は大当たり無双を見せてくれたシルク君で、よっしゃー。あら、そうですよ。いや、見事だったよ。そう、間違いない。いや、ちょっと今日はびっくりした。いや、すごい、まあ、誰もが認める。さすがにびっくりした。お前もびっくりした。あ、そうですよね特別なプレゼント。なんだろう、本当にいいんですか。そう、テーブルごと。は？え？マジで？これなんだ？本当になんか申し訳ない。期間限定ボックス、こちらの5万円ボックス、年内で1個しか用意しないんです。いただきました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。マジで？マジでありがとうございます。よかったわ、ちゃんと大当たりいっぱいしてくれて。すごいわ。ありがとうございます。税込み5万5千だよ。え、高くね？開けていい？何入ってるんだ。いや、なんか外れた時に、おいってソース感食らうっていうのをちょっと楽しみにしたけど、ずっと当たっちゃったから先発してた。しかもちゃんとうまかった。上手だった。上手だった。うまかったから。とりあえずじゃあ、開けます。はい。この中身知らない人の方が多いもん。ってことよね。何入ってんだろうこれ。目閉じてて。わかった。そうだよね。せーの、ドン。まあ、それお前実力で当てたやつやん、それ。ただ、これ 3XL だ。でけえな。マジで？あげるよ。あ、いける。おお、切れるやん。え、すごいいい感じ。バスローブ。うわー、紙幣のバスローブ。うわ、めちゃくちゃ箱あるよ。そんなにいいの？箱だらけ。店員さん、めちゃくちゃ入ってる。すげえ。何？うわー、うわ、ポケカのボックス。あとでちょっとこれ開封や。嘘だろ。またボックス、しかも2箱。また出てきた。すごい、またボックスが出てきた。やばー、すごい。やべー、うわ、楽しい楽しい、これ。じゃあこれ、うわまたボックス出てきた。やばってことは、これ最後の箱。うわ、あ、見えた見えた見えた。やったー、またボックス出てきた。やばー。しかもまた開ける楽しみあるやつだよ。え、やばいね。計11ボックス入ってた。すごい。この中にさらにお宝カードあるかもしれない。そうだね。そうだね。やばいやばい。あ、これもそうなの。これもちょっと開けてみよう。よ。あ。おい。うお。ちょっとやりすぎだよ。いいな。やりすぎですよ。ブルドッグ出てきた。で、缶の中に当たりが入ってました。マジで。やば。大当たり。なんだろう。12番。12番は、このダホ君がぬいぐるみを持っていたんですけど、せっかくの MVP なので、はい、私とじゃんけんしますか。します。なんだそれ。じゃんけんに勝ったら、今情報セブンから貸し付けよう。ちなみに、僕じゃんけんバカ弱いですけど、今日なんかいける気がしてます。いや、もう負けたら即終了なんで、ここで。それ言われると負けそうだな。いや、本当に、いや、俺今日シルク勝つって信じてるから。うん、強気だし。も負けた場合、すぐエンディングいくからね。オッケー。最初はグーで、はい、いきましょう。最初はグー、じゃんけん、はい。うえー、でかい。うえー、全部なしでいく。やっぱ最初はグー、じゃんけん、はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。あああああ、さようなら、バイバーイ。ごめん。動画見てくれてありがとう。セガブリツイッター、ゲストフォロー、やってもネタで登録者1000万、奥でもチャンネル